1756年のルーネンバーグ奇襲はフレンチ・インディアン戦争中の1756年5月8日にフランスと同盟関係にあったミクモー族とマリシート族の民兵がイギリス人植民地のルーネンバーグを襲撃した事件である。この奇襲にはミクマク族も参加していたと言われている。民兵たちはルーネンバーグの砦の北にある二つの島。 ジョン・ルース島とペザン島を襲撃した。これにより、ペザン家の主人類が殺されて、頭皮を剥がれ、彼の幼い子供と使用人も殺された。エドワード・コーン・ウォリス1749年6月21日に、エドワード・コーン・ウォリスが13隻の輸送船と共に、ハリファクスを建設するべく、アカディアに到着した。これは後にルルートル神父戦争の原因となった。 イギリス人たちは一方的にハリファクスを建設し1726年に締結されたミクマク族との条約を保護にした。その後1749年から1752年にかけてフランスやドイツのプロテスタントの移民のための植民地が建設されるようになっていった。これら新しいイギリスの植民地の発展を妨害するべくマリシート、ミクマク族、 そしてアカディア人は多くの襲撃を植民地に対して仕掛けた。例えば1751年のダートマス奇襲などである。この一連の襲撃行動の最中、フランス軍はミクマク族にイギリス兵の逃避に対して検証をかけた。その報復としてイギリスはアメリカ植民地の両兵がミクマク族やマリシートの逃避を剥ぐことに検証をかけた。 フレンチ・インディアン戦争が勃発すると、アカディアにおける戦闘は、激しさを増した。ボーセジュール砦の戦いでのイギリスの勝利と、宴会諸州からのアカディア人の追放が始まり、イギリスとミクマク族、アカディア人、マリシーと民兵との争いは続いた。1756年4月26日から27日にかけて、カンバーランド砦が襲われ、9人のイギリス兵が、 殺されて、頭皮を剥がれた。現在のルーネンバーグ・シャルル・デシャンド・ボワシェール・エド・ラフェト、ヌーベル・フランス総督のピエール・フランソワ・ドリゴーは、アカディアのフランス軍首脳のシャルル・デシャンド・ボワシェベール・エド・ラフェトに命じ、ミクモーと、マリシートの民兵に、ルーネンバーグを襲撃させた。フランスの中屯隊は、ボワシェベールが指揮を取るサンタンル・ポワンにいた。この地は、マリシートの野営地で、 セントジョンカワウアンのスプリングヒルのオークパクに近かった。このセントジョン側のサベージ島にもインディアンの村があった。5月8日、マリシートの民兵はオークパクやサンタンヌを出発し、ルーネンバーグの郊外に着いた。フランスによると、マリシートの兵は、ここで20人の男女と子供を殺し、逃避を剥いだ。しかし、イギリスの証言では、死者は5人となっている。 ルイ・ペザンの妻マリー・アンヌ・ペザンと4人の子供たちの5人は捕虜となった。ルーネンバーグに駐留していた中佐のパトリック・サザーランドは、主官を含む30人の文献隊を送り込み、奇襲隊を撃退した。5月11日、彼らが戻ってきた時には、副司令官補佐役のデトリーブ、クリストファー・ジェスセンが、撃退による死者は5人で、マリシート兵と捕虜は去っていったと報告した。 ミクマク族と野営地1756年5月14日、ルーネンバーグとカンバーランド取リデキ州への襲撃の報復として、総督のチャールズ・ローレンスが手始めにやったことは、レンジャーたちにミクマク族とマリシート兵の逃避への報奨金の額を引き上げることだった。1756年8月6日、撃退の犠牲者はプロテスタントではあったが、 フランス兵だったと聞かされたボードル・イユは他のフランス人入植者をルーネンバーグで徴収し街を焼かせてフランス占領下のサンジャン島やロワイヤル島の軍に加入させる可能性を考えた。しかしルーネンバーグは結局焼かれることはなく大勢のフランス人やドイツ語を話すプロテスタントの住民が街を離れアカデアの集落に移った。マリシートとミクマクは 身オモのマリーアンペザンを捕らえて、年少の方の子供たちと陸路を行かせ、カヌーに乗せて、ケベックに送った。彼らは途中で、サンタンヌポワンに立ち寄った。襲撃を命じた、ボアシェベールの駐留地だった。マリシートの兵は、子供たちを身の白金目的で人質に取り、マリーアン一人をケベックに行かせた。1756年12月26日。 捕虜としての生活の中で、マリーアンは出産した。翌年の夏、身の白金が払われて、他の子供たちも、ケベックシティの彼女のもとにやってきた。マリーアンと子供たちは、1760年までの4年間、捕虜としての生活を送り、サントフォアの戦いの後に解放されて、1761年、現在のノバスコシア州ファルマスに移り住んだ。奇襲の後、 総督のローレンスは、マッシュアマ署のラハーブ川と北西部に砦を築いて、ルーネンバーグの防御を強化しようとした。しかし、それにもかかわらず、インディアンやアカディア人は絶えず奇襲を仕掛け、3年間で8回もの奇襲をかけた。この一連の奇襲で32人のルーネンバーグの住民が殺され、それ以上の人数が補修された。イギリスは、この奇襲は、 ミクマク族とケープサーブルのアカディア人によるものだと証言した。1756年の奇襲に続いて、ミクマク族はそれから3年の間に、さらに8つの奇襲を仕掛けた。1757年、彼らはルーネンバーグを襲って、ブリサング家の6人の家族を殺した。翌1758年の3月には、ルーネンバーグ半島の北西部を襲い、オックス。 ロダーズ両家の5人を殺した。1758年の夏、ミクマク族はルーネンバーグ半島で4件の奇襲を仕掛けた。7月13日にラブラドル家の男の子2人をラハーブ側で殺し、8月24日に8人のミクマク族が、例、ブラントの両家を攻撃して3人を殺したが、逃避を持ち去るのに失敗した。これは、フランスから報酬を得るための、 ごく当たり前の習慣だった。その二日後、二人の兵士がラハーブの鳥でへの襲撃で殺された。そのほぼ二週間後、9月11日には北西部への奇襲で子供が一人殺された。1759年3月27日にも奇襲があってオクスナー家の三人がインディアンに殺された。最後の奇襲は同じ年の4月20日でミクマク族がトリポー。 クライトン両家の四人を殺した。ありがとうございます。